桜の花と鳥第2弾、桜とスズメさん。桜の花の間を飛び回っている鳥はスズメですよね。桜の木の隣の木にいますね。一体何をしてるのでしょう。桜の木に移ったようです。桜の花をつついてます。花をついばんで下に落としてます。スズメが桜の花の蜜を食べる様子を花車というようです。桜の花の蜜を吸い、くるりと回して下に捨てる。落ちた桜はくるくると車輪のように回って落ちる。この様子を花車というようです。他の子も花車をするかな？ちょっと見てみましょう。下に降りてしまいました。今年はスズメの花車、いい場面が撮れません。花をつつきましたけどね。桜の花の蜜は吸ってないですね。桜の花の間にいるのですが、決定的な場面は撮れませんでした。今年は少ししかスズメの花車を撮れませんでした。来年にご期待ください。第3弾はひよどりです。ご覧いただきありがとうございました。